ジャスもマリンカも給料日は月末だよ。どうも始まりました。ゴジャスとかです。私がゴジャスです。アシスタントはコウノマリカです。マリカちゃんねえそうですね、ねえ、はい、やば、本当に つい最近月末が来ましたけれども、ね、本当にね、もうそれにウキウキ止まらなかった。あ、やっぱり気になるもんなんですね、ゴジャさんになっても。まあそうだね、うん、それが過ぎるとでも次の月を迎えるから寂しさもあるちょっとね。平常心、平常心、平常心。じゃあ、クラゲーあーい、はい、ということで今日は一体何やるのかな。2人が大好きなゲームを引き続きやりたいと思います。なんだなんだ、神回避。ということで、はい、やらせていただきましたけどもね、うん、なんかな、事件みたいなのを回避するんですけど、はい、なんかちょっと難しいところもあったり、ね、そうなんですよ、うん、突然あの皇帝で魔法陣を出したりとかね。いや、そんなの知らねえしってのもあるけどね。それが、その発想がすごい面白いんです。楽しいです ね、 ね、 なんかね、あれからやってくれた方いるんじゃないですか、ね、いるかな、どうですか、はい、うん、で続けてやっていきたいと思います、はい、画面もう来てる、はいはい、ということで、さあ、早速何かが起こりそうな、うん、ねえ、前回は、はい、ページ1、2終わったのかな、うん、で、ちょっと飛ばしておうん、あ、ね、やっぱ全部やっちゃうとみんな楽しみを奪っちゃうから。確かにね。25からいきたいと思いますよ。わかりました。はい、ページ目から。はーい、もうこの時点で楽しいもんね、これー。もう、25は回避せざるを得ない。25いきましょう、これ、はい、これ出会いですよ、出会いでしょ、これ出会いですよ。こんな青春なかったな。いきましょう、乙女回避。乙女回避します、私。回避されちゃうわ。あ、パンをね。はぁ、怖い、どうしよう、どうすればいいか。あ、こっちになんかあるのか。本当だ。あれ CD、これカラスよく演歌、演歌、あとは、お鍵だ。おばあちゃんの方なの。え、待って、すげえいっぱいもらえるんだけど、これどういうことだ。あ、いた、これなんだ、チョコレート、チョコレート、奥さん、あ、違う、奥さんの方、チョコレート、あ、チョコレートパイってことかな。ちょっと待って、これ奥さんの配置、どっちかなんじゃないですか、どっちか、これで、もうこれでいけんの、これスタート、ん、え、はははははは、面白い、面白い、結局自分の災難もそうね、ちょっと待って、ね、こお姉さんじゃなかったのか、おばあさんか、じゃあおばあさんの方か、じゃあこれは面白いな、いきましょう、はい、20、30に行きますね。お姉さんいらないじゃん、お姉さんじゃあなしにして、鍵もいらない、鍵いらない気がしますね、だってこれ鍵で開くのかな、そういうこと、ん、開いた、あ、あ、ラジカセ、これで演歌聴けるんじゃないですか、もしかして、本当だ、え、うわ、あ、チョコレート、チョコだ、これ欲しがってた奥さん、あ、そういうことか、あ、美味しいのできたんじゃない、奥さん、あ、で、隣のお部屋にお裾分けに行きましたよ、え、そう、あ、違う、普通に出てきただけ、お裾分けだ、ほら、あら、あ、どういうこと、ラブラブしてる、あ、彼の方をゲット、おー、両方で男の方をやるんじゃない、あ、これ、そういうこと、俺の方をうまくいける、おばあさんじゃなくていいんですか、おばあさんにする、もうでもこれそうか、あゲットしていく、できるけど、おばあさん、おばあさん事件やっちゃう、ちょっと一回見るよ、うん、おばあさんだったら止まるでしょう、おえ、瞬間移動、超ババアだった。あー、連れてかれたー。こんなことっておばあさん、ちょっと待って、侮ってたわ、これはもう取れないかな、うん、あー、めっちゃこっち見て、え、ゲットできる、そっちも、え、もう選択肢がもう増えすぎて、ちょっとこの男子は皆さん、あ、何回もなるんだ、いや、もうこれイケメンでもクリアしましょう、いいのか、自分、あ、おい、いけた。楽
ただしイケメンに限る。いやそういうことか。そっか、でもあのね、あのあの人も見てみたいですね。あの人のバージョンも見てみたいけれども、ね、見てみてください。うわさあどんどんいきましょう。結構凝ってきました ね、 ね。じゃあ26。あ、これスタッフもやってないとこだよこれ。そっか、うん、割り替え、え、もう無理でしょ、無理でしょ。え、これだけ、これだけ。あ、いっぱいある。あ、スイカいっぱい、いっぱいいっぱいいっぱい。割り放題、割り放題。あ、アイテムいっぱいです。あれ、もしかしていっぱいにしちゃいけなかった。バラせられるけれども、あんま関係ないのかな。いや、いいんじゃない。剣道の人は盗めない。剣道の人何も盗めないですね、はい、え、だってこれ自分ですよね。置く、置ける。あ、これ、あ、これダメ。あ、ダメなんだ。ダメだ。え、どういうこと、どういうことこれ。どういうことだ。これを入手してひたすら割らせると。うん、あ、そっか、ゲットして。いやでも割らせる意味はちょっとよくわかんないけど。いや、もうスイカがないから割らなくていい。あ、食べてる食べてる。あ、種種種種。え、ちょっと待ってくださいよ、これなんですかこれ。ただの罠じゃないですか。ちょっとちょっとちょっと、汚いし超難しい。ということだ、食べちゃダメだから。じゃあ結局この市内の人に割らせるのは違うの。あ、おじさんはまあでも持ち物いっぱいか。そっか、これで割らせれば。パラソル違う、それも違う。あ、これはじゃあ、あ、一個だけヘルメットじゃん。なんだ、気づかなかった。これはじゃあ被れば完璧じゃないですか。すげー、見落としがちなやつ。いや、すごいよく考えたよこれ。気づきました、1周目で。全然わからなくて、スイカだもんだって。さあ、寿司、はい、これはあれだね、あの、この間のロシアンルーレットみたいなのがあって。あー、よく見るやつ、うん、じゃあ簡単そうですね。わさび大事、ほら前は時計の、うん、あの、あれが、あ、これ、あるじゃん。これ取れない。え、本当に見るだけ。あ、こっちだ。あー、だけかな。お父さん何なの。お父さん気になる。これをすり替えて自分で食べるとか。あ、タッチしたらそのエビ取れないですか。向こう側のエビはそのお寿司をまだ右の方で使うと。あ、取れた。あ、すり替えるんだ。それですり替える。完璧じゃないですか。うんうん。おお。やったー。なんか失敗例も気になるよね。確かに、うん。全部入ってたのかな、もしかして。ね、おお、もう一回ちょっと。でもこれ食べたらダメだもんな。失敗例。失敗例。もうでも完全にね、あ、でもイクラってサビ普通入ってないですか。入ってないね。うんうん。食べてみよう。だ。だ。入ってんのかい。やっぱ大成功。大成功。あ、お前か。やったのは君だったのか。あ、またリトライをしちゃった。ダメダメ。よし。好きだね。でついつい押してしまうの。じゃあ28。お。うん？苦手回避。苦手？爆盛りラーメン屋さん。あ、椅子が欲しい、椅子が欲しいなーって。いいじゃない、これいけんじゃない。いけますね。どうぞどうぞ。観光取れるんじゃないの。あれ、どういうことだ。準備中。じゃあ準備中の札を外に置いておけば、うん、ここ座れますね。あ、ラーメン食べたいなーで おじちゃんが出してくれれば。あれだ。あ、あれが、あれが食べたい。かわいい。あ、何？
スライムラーメン。わかった、ドラキュラだったんだ。で、ニンニクラーメンを食べちゃったんだ。あ、スライムラーメンを食べちゃったのかな。普通のラーメンじゃなかったんだ。なんでだ、具材がなくなっちゃったのかな。なるほど、ドラキュラ苦手を回避しなきゃいけないから、ドラキュラしてあげなきゃいけないんだ。ドラキュラなんだ。なんかドラキュラじゃないですか、顔青いし違うかな。食べ終わってでも何にもないな。気になってる感じ。あそっちがダメなんだ。真ん中じゃないとダメなんだ。やっぱりドラキュラだこの人。この女の人でも延々と食べてるね。爆盛りだ。どうしたらいいの。ニンニクじゃないのを選ぶわ。そうね、ってことかな。よいしょ。なんだろ、準備中。次のお客さん入っちゃうからなんですか。わかんない、準備中じゃないもんか、もしかしていいのか。で、あたよって言って、こっちに来て、普通のラーメンを選ぶ。あれ伸べたのかな。 お来た来た。普通のラーメン食べる。おいしいおいしい。はい、あ、神父様が後ろに十字架背負ってるの。そうだ、これで準備中だったから入ってこれなかったんだ。あー、うまくできてる。おお面白い、感動するよ。よし、次行きましょう。その発想ないな。出た、すごい。次、私前回もやったやつ。あれ、餅だな、今度。ほんとだ、もうゴージャスさん好きなやつですよ、これ。なんだこの上の、なんだあの、え、どうなってんの。に囲まれた。でもやることは変わらないでしょ。でもゴール塞がってますよ、完全に。餅は餅食べるってこと。いや、切るんだな。あれ取んなきゃダメだよね、これ。そうですね。までの道が結局、うん、ね、わらび餅囲まれた。あ、これはわらび餅ね。これ何取ったの。これ何だろう。バツで使用。あ、これで使うんだ。これ使って使あそこのこれ取って、え、間違った。いや、わかんないです。何が正しいのかわからない。これ使うとなんか消えるんじゃない。一個だけですよね、でも。あー食べたんだ。もう一個使える。うん、あ、もう一個使える。うん、あー何個使えるのこれ。何個でしょうね。きな粉。あ、全然使える。おいしいおいしい。あ、無限じゃないですか、このきな粉。え、ゴジャさん、これ…あれ罠だ。なんだよ、それよ。なんで罠なんだよ。何が罠に変わるか分かんないから。よし、うん、おいしいおいしい。いやーはい、はい、いいね。他のステージ、じゃあ次をラストで。あれ、これ最後じゃん。今回迷ったんだね、これ1ページにすげえ力使うってこと。え、待って、これもう絶対ボタン押しちゃいけないやつでしょ。これこれ、何、あ、もうすでになんか何、サンドペーパーみたいな袋はありますね。これ何、カードキー。あ、スタンカーメン。これを盗みに、このキラキラを盗みに来たんですね、きっと、ね、うん、あ、なるほどなるほど。そこにシャーってやっと開くの。でも、この足元危なそうじゃないですか。そうね、なんどこかでこのカードキー使うんですよ、きっと。ス
タンカーメンに食べさせる。お、よくわかったよ。金色だから笑った笑った。うん、じゃあこれ普通にピッてやって、あえ、ツタンカーメン食べさせるとどうなの？笑ったけどね。足元のあれ、罠なくなったんじゃないかなと思って、わかんないけど、ちょっとこれとこれをとりあえず取って、うん、これ押しちゃったら絶対ダメな気がするから、ね、食べさせて、うん、これ袋に包んで、うん、え、ダメ？ダメなの？金の方でピッてるんじゃない？あれ？お？お？ん？え？どういうこと？なんでこれグラグラしてるの？本当だ、本当だ、あんのか。あ、開いたんだ。え？これで見えるんだよ、つけると。うん、これは、レーザー、ほら、ほんとだー。これ何？お、あ、これで上にしたから大丈夫ってことだ、うん、え、なんで分かったの？そこになったの？なんか印ついてます。ああ、うん、それでか。で、進んでこれを取る、うん、進むでいいのかな、じゃん。よしよし、進んで進んで、見えないよ。よしよしよし、あ、え、ダメ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 、そこにダメじゃない。おお、オッケー、これでこれで取って戻る、うん、あ、嘘。え、難しいよ。なんで、なんでバレちゃったんだ。はい、ということで続きは見てる視聴者の皆さんにやっていただいて、やらせてくれよ、こうするんだよって教えてもらえれば嬉しいですね。これは困るよ。ちなみに失敗例とかね、面白いのがあればいろいろ教えてほしいですね、うん、確かに。はい、気になってた。はい、いいゲームですね。面白いね、ドッキリ神回避、ドッキリ神回避、ぜひダウンロードして使ってみてくださいね、うん、そしてゴージャス動画の方をチャンネル登録していただきますとね、リンカちゃんの笑顔が見れるよ。いやいやいや、もっと壮大な企画が、まあ、リンカの笑顔でも嬉しいんだけれども、壮大な企画が、ね、うん、進んでますからね。もちろん、うん、うん、いや、そうだ、うん、忘れなく。はい、ということで本日はここまで、また次回お会いしましょう。バイバーイ、バイバーイ。あ、キャッチ&リリーシュ。あー、あGM コインから嬉しいお知らせ。新機能実装。 iPhone での課金が実質 6% オフになる方法が登場。ゲームの課金は GM コインで。 GM コイン